な顔を出していただきましてありがとうございました。最初に心からお礼を申し上げておきます。今日お話を申し上げるそのとっかかりは、最近いろいろ NHK のテレビでもやりました、それから週刊誌にも載りましたが、このサンデルというアメリカの政治哲学者です。でこのサンデルさんの話がよく出るんですが、特に私が申し上げたいのは、何にも外国の法哲学者や教授のことを言わなくても、むしろこの日本に誇るべき学説や理論はたくさんあったじゃないか。法学部を卒業した方はちょっと思い出してください。我々大学の1年生の時に最初に習った授業は法哲学という話、何が一番大切かという人間の政治にとって一番必要なものの根底を、最大多数の最大幸福だと早稲田の教授はみんな教えてくれました。最大多数の最大幸福というのは、全ての人が自分が期待できる一番大きな幸せを人生に手に入れることが政治の目標であるという講義を受けたことを覚えておりますが、ちょっと今日ここに相手がおらんので、政党討論会じゃありませんから、こっから先のことをあんまり言いたくないが、菅さんは何を言っとるんですか。あれは最小不幸社会を作りゃいいとこう言うでしょう。皆さんに、私も不幸だがあなたも不幸だと、けれどお互いの不幸をみんなで考えて努力して一番小さい不幸にしようというのが菅さんの言い分なんですよ。だから私は本人にも彼の取り巻きにもみんな言ってやったんです。なんとネクラな、なんと志の低い、なんと暗い話をお前のところの親方は言っておるんだと。最小不幸社会とは何だと言ったんですが、この頃はさすがに少しは反省をして、それをあまり口にはしなくなったようですが、あんなことを口にしとってはいけません。絶対にいけません。我が国の政治哲学者は、このよく売れておるサンテルさんという人の本よりもさらに進んだことを昔言ったりやったりしておってくれたわけであります。そうして最大多数の最大幸福ということを、何も法哲学はヨーロッパが初めて作り上げたものじゃなくて、日本では大隈重信という昔早稲田大学の見学の師であったあの方が総理大臣を二度やってますけども、その最中に、全ての人の幸せが一番大事だということを大隈重信は、かつてマックス・ウェーバーが言った言葉を早く日本で言っておったんです。史実を調べてみると全くそうですが、日本の政治が世界に対して宣伝するのが下手であったので、私もその一環を背負って反省しております。そのために今日は皆様にもお持ち帰りいただくと思いますが、私が自分の政治生活を振り返ってみても、政治と金という題で本を発売しました。我をもって古となすと本当は私は書きたかったんですけれども、それは言い訳がましく、その本の最後に我をもって古となすと書かせてもらいました。そんなつもりでおりますから、前例としてずっとやってきたこと、皆さんもいいと思ってやってこられたことを今ここで変えていかないと、今日以後の日本の国は間違ってくるといけないよ。間違って一番いけないのは政治と金の問題を、もっと分かりやすく言うと、分かりやすくきれいに変えていかなきゃならん。それが今の政治改革の根本であります。けれどもそれを一つ一つ明らかにしていかないと、日本の政治に明日はありません。
そうすると政治資金規正法というのを国民の皆さんが作ってくださって、政治活動にお金がいるときはその政治資金の枠の中を通して出せば税はかからないという扱いを今我々は受けておるわけですけれども、何が政治資金か、何が政治資金以外のお金か、これは明らかにしなければなりませんけれども、誰も今それを進んで明らかにした人はありませんし、自分で俺は無罪だと言っておるだけですから、一つ分かりやすく皆さんの前でその点を突き詰めてもらったら、政治と金の問題は永遠に片付くと思いますし、このサンテル教授の政治哲学なんていう本を売ってもらわなくても、これに書いてあることと同じようなことはほとんど出ております。私どもが早稲田大学で勉強したときには、人間一人の命が尊いということを教わってきました。しかしサンテルさんの本を読んどると、私の読み違いかもしれませんが、この道を行くと跳ねる人は一人だけだと、この道を行くと跳ねる人は五人になる、人間を頭数で数えて五人跳ねちゃうのが罪が軽いか、一人跳ねちゃうのがいいか、そりゃ一人の方がいいに決まっとるから一人にするというような結論ですよ。私たちは一人でも跳ねちゃいかん、人間は全ての人に基本的人権があるんだ、それを大切にしなきゃならんのだというふうに教わって、よりシビアであったと私は受け止めております。今後そういったような問題も数だけで片付けてはいけませんし、どうしたら全ての人の最大の幸福が追求できるのか、アメリカ流に数は多いか少ないかでいい悪いを決めたり、あるいは中身によっていい悪いを決めたりしていったのでは、これは世の中すべて片付きませんから、人間の尊厳といいますか、人間の一番奥底にある大切なものを考えて、それの扱い方は、今日は時間がないし、私が言い方がまだ下手かもしれませんが、早稲田大学の総長や教授が政治経済学部で教えた議論の方がより温かく、より全ての人の幸せを素直に追求する民主主義の原理に近かったと私はそう信じます。これからもそういうような方向へ日本の政治は持っていかなきゃならん、こう思っておりますので、この頃はそんなことをいつも考えて新聞を読んでおりますが、今日の新聞を読むと、法律を作り変えなきゃならんけども党内の議論がまとまらんから、その後期高齢者の作り替えもできない、これは無責任すぎるというのが新聞の社説になっているわけですよ。ですからこれは私はやっぱり言ったことは守ってもらわなきゃならんし、守れないことを言ってはいけないし、そういうことを一番政治のいろはの意としてもう一回守ってもらわなきゃならん。そうして迎える今度の国会でありますが、少々なことがあっても私は菅さんに最小不幸社会という言葉だけはもう封印してもらいたい、最大多数の最大幸福ということをみんなが各大学で習ったはずですから、日本では全部それを教えておるわけでありますから、どうか今さらそんなことを一部の学者から反対されたから引っ込めるんじゃなくて、我々は胸を張って堂々とその主義主張でいきたいと思っております。私はそういうことでこれからも引き続いて物を言ったり物を書いたりしていかなきゃならんと思っておりますが、もし皆様の中に何か違った意見があったらどうぞ率直におっしゃってください。私は改むるにはばかる流れということで一生懸命頑張ってきますから、最後に気候があんまりいい時期がありませんけれども、
お風邪など召さんようにお気をつけてくださるように、ご健康を最後まで祈りまして、私の今日のとりあえずのご報告はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもお客様ありがとうございました。